私の娘クリは DRPLA という脳が萎縮していく病気を患っています。遺伝性で進行性、治療法はありません。クリは寝たきりの状態です。夫千秋さんはこの病気で6年前に亡くなりました。私は治療法を見つけたくて、お花、家族を書きました。娘を救うことができますように。チャプター3、時間。今日は8時台にはベッドに入れたのに、今1時。これもしょうがないね。昔の私は時間を有効に使うことが好きだった。限られた時間に多くの本を読み、自分を高め、たくさんのことを吸収できたら嬉しいことだと思っていた。でも今は違う。有効に使えたらそれはそれで素敵だけど、有効に使えなくてもいいのだ。クリは何度もトイレに立ち、終わってもすぐにはベッドに入らない。ぼーっとベッドの前で立っている。倒れるといけないので、私も横でぼーっと立っている。それから右を向いたり左を向いたり、背中をさすったり、多くの時間を2人でずっと同じことを繰り返す。昼間も有効な時間を使っているとは決して言えない。貴重な時間が削られていく。それでもいいのだと。今は自分で時間を管理するのではなく、時間も運命もあるがままに身を任せるしかないのだと。諦めとかいうことではなく、ただここにいて、栗が眠れるまでそばにいてやるだけでいい。千秋さんがなくしたものを一緒に探していればいい。今日という日に成果を求めなくても、今は二人が生きているだけで、あとは天に任せようと思う。年を取っちゃったのかな、それとも悟りを開いたとか。冗談です。でもそれでいいんだと思っている。